時は1990年、JR 常磐線の中長距離電車には白電と呼ばれる415系や401系が使用されていました。短距離運用である E 電と呼ばれる区間には上野取手間、安孫子成田駅間で常磐線快速電車用の103系が使用されていました。常磐線も利用客が増え、次第に取手から土浦や水戸方面まで通勤圏内が広がり、サンドアの415系や幅が狭い103系では限界を迎えていました。そんな中、中距離電車415系にはステンレス車両ロングシートの415系1500番台が導入。当時の415系は基本編成7両編成と付属編成4両編成を2本つなげた最大15両編成で運用されていました。その一番前の4両編成を415系1500番台ロングシートとすることで、ある程度混雑緩和に効果を果たしました。しかしこれだけでは限界がありました。当時京浜東北線では国鉄車両の103系から209系一部6ドア車両が導入され活躍を始めていました。常磐線の沿線の自治体からは上野取手間の快速電車を土浦まで延長してほしいという要望が多数ありました。これを機に JR 東日本は209系を参考とした E501 系という車両を1995年から導入しています。 E501 系は4ドア、常磐線では初めての中長距離電車での4ドア車両です。車体幅は広くないものの、ロングシート15両編成、当時グリーン車はありませんでした。主時には上りの3本上野行きの電車を連続で E501 系の運用とすることで、ある程度の混雑緩和が出されました。そのまま E501 系を増備し、415系と103系を全て置き換える計画でした。当時の415系は上野原の町間や四倉駅間などかなりの長距離運用についていました。 E501 系はご覧の通りロングシートでトイレなし、さすがに原の町まで行くことはできませんということで、運用範囲が上野土浦間に限定されておりました。415系と103系を置き換え、上野土浦駅間を E501 系で統一する計画だった常磐線は、まさかの取手土浦駅間の硬直流対応の運転手の不足により計画を断念。103系に代わって E231 系を導入することとしました。これが2002年3月のことです。103系はある程度置き換えがされたものの、2005年にはライバルであるつくばエクスプレスの開業が計画されており、415系の故障も目立ち、常磐線のダイヤ乱れが複数発生する状況に陥っておりました。土浦とつくば駅は割と近くにあり、バスで連絡される計画も出ておりました。そのため常磐線のお客さんがつくばエクスプレスに流れることはある程度想定がついておりました。何か対策を打たねばということで、誕生したのが415系の正式な後継車両 E531 系です。つくばエクスプレスと同じ最高スピード130キロで駆け抜ける特別快速も1時間に1本運転することを発表しました。通常 JR 東日本のダイヤ改正は毎年3月ですが、この年だけは特別に7月に E531 系導入の異例のダイヤ改正を行っております。そして初日からなんと9編成もデビュー、特別快速を中心に E531 系が一気に活躍の場を広げています。また初期の頃は計画されていなかったものの、常磐線にグリーン車の導入も発表。春のダイヤ改正まではグリーン券なしで乗車できる無料お試し期間を設け、大人気となりました。
E531系は順調に増備され、もともと 80% 程度の計画だったグリーン車は E531系に全て 100% 連結されることとなり、グリーン車の連結ができない E501系は最終日だけ上野いわき駅間のロングラン運用についた上で、常磐線上野口からは引退となりました。もともと上野四ツ倉駅間だった E531系の運用は、水戸線友部小山駅間、東北本線新白川黒磯駅間、そして常磐線のいわき原野町駅間にも広がり、現在は常磐線といったら E531系というところまで成長しております。一緒に走る仲間は103系から E231系、651系、 E653系から E657系へ変わっておりますが、現在も常磐線の主力として活躍をしております。実は E531系は2005年から2020年まで長らく15年にわたって増備がされております。車内は意外と変わってる部分も多くあります。ちなみに今回たまたま初期の編成である K402 編成と最終増備車2020年の E531系連結している編成に乗車することができましたので、比較をしていきたいと思います。こちらはクハ E531-2というふうに書いてあります。川崎重工製平成17年製造の車両です。車内は白を基調とした明るい内装になっております。ドアはステンレス、塗装はされておりませんが、中央に黄色いテープが貼られております。吊り革は黒色の三角タイプの持ちやすいタイプになっております。丸よりも三角の方が持つ幅が広いので手が疲れにくい。そして蛍光灯にはカメラが後付けされております。このカメラが後付けというのが後の2020年の編成と比較すると大きな違いになります。運転台もそこそこ大きくなっております。踏切対策です。製造からすでに20年近くが経過しておりますが、床もかなり綺麗です。2段の LED で号車番号もしっかり表示されております。5両編成で運転したり、5両編成を2本つないで10両にしたり、そんな運用ももともとはありました。なのでシールではなく LED タイプで号車を書き換えるという機能がついております。半自動ドアボタンもあります。すごいですよね。年齢差が18年です。右側のステンレス部分と左側のステンレス部分、左が2020年モデルですが、ちょっとやっぱり明るさが違うかと思います。ブルーのラインはしっかり綺麗な状態になっております。房総地区の車両と比較すると20年近く経っていてもかなり綺麗です。勝田車両センターでは頻繁に洗車を行っております。続いて2020年の車両に乗車していきます。若干床の色が違う気がします。黄色いアクシデントはそのままついております。アクセントですね、失礼しました。アクシデントだとトラブルになっちゃいますね。はい、そしてカメラ、こちらがLED の横にもともと内蔵されております。これかなり広角で広い範囲で見れるそうです。先ほどの車両は蛍光灯に後付けがされておりました。吊り革の色は黒で三角タイプ、こちらは一緒です。ドアは比較的先ほどよりもかなり綺麗です。特に黄色いテープがしっかりと貼り付けされております。実は初期の編成と後期の編成でドアチャイムが若干違います。比較の動画はまたの機会に出していきたいと思います。2005年から活躍を始めた E531系、 もしかしたらこれからも運用範囲が増えるかもしれません。 E531系 の長らくの活躍をお祈りしております。今日は5月31日 E531系 の日です。 E531系 のことを少しでも知っていただけたらいいなと思います。
ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。